はい、ミリシタです。今日から1日1回無料10連ガシャの後編を回していきたいと思います。はい。まだね、ロコちゃん来てないので、せめて S レアのロコちゃんはお迎えしたいなとは思います。はい。ならばやっぱりね、千鶴さんが欲しいんですけども、はい。あ、一枚、ちょっと飛ばさせていただきます。ロコちゃん来い、ロコちゃん。あー、ロコちゃんじゃないけど。ミヤちゃん可愛い。ミヤちゃん可愛いですね。やりました。いや、これは、うん、よかった。うん。まあ、ロコちゃんは来なかったんですけど、ミヤちゃんがね、今日は来てくれました。はい、ありがとうございます。それではまた明日によろしくお願いします。はい、危ない、危なく、私今日の10連ガシャ、無料ガシャ、危なく忘れるとこでした。今ね、ちょうど11時18分なんですけど、あー、間に合った、危ね危ね。よかったです。ということで、ちょっとね、早めに引きたいと思います。いやー、あー、最高の一枚、来た。いや、この、若干ね、急いでる時に来てくれた。ありがとう。嬉しい。最高はもう確定ですんで。はぁ、最後にある。最後にあるぞ。なんだろう。いや、これはやっぱりね、今のピックアップか、なんだろうな。あと、Sレアのね、限定のロコちゃんも欲しいところですね。お願いします。次かな？そう、あのね、もう普通にテレビ見てくつろいでた。なんか忘れてるよなって思ってたら。あ、リーカちゃんですね、そう。あれ、なんか忘れてね、自分って思ったらね、そう。今日の無料引いてなかったって、そう、よかった思い出して、危ない。はい。Sレア。あ、あー、違う、ロコちゃん出ないな。でもこの千早さん可愛いよね。はい、誰だ。最高の一枚。あ、エミリーちゃん持ってますね。エミリーちゃん持ってる。可愛い、可愛い。はい。いやー、こう、新しい。いや、でも可愛い。かわいいです。ありがとうございます。マスターピースだね、そう。2倍はないです。はい。はい。ということで、今日、SS レアエミリちゃん、弾けました。ありがとうございます。また、明日以降ね、忘れずに弾きたいと思います。ありがとうございます。はい。それでは、今日の1日1回無料回したいと思います。はい。楽しそうなところが撮れました。楽しそうなところ。さあ、お願い。せめて、やっぱりね、ロコちゃんが欲しいですね。限定はね。お願いします。はい。あ！あ！あ！光った！楽しそうなところで光った。やば。ちょっと2日連続 SS レアは素晴らしい。ありがとうございます。やばいやばいやばい、誰はい、ひなたちゃん。ああ、緊張する。はい、誰？あ、ロードした。ってことは、新しい人じゃないかな。あゆむちゃんだ。やった、持ってないっす。かっこいい。いいですね、なんか、フレッシュ。
やったー、嬉しい。あゆむちゃんはあれか、青色ですかね。青色っていうか、フェアリーかな。フェアリーなんだ。ロコちゃんもいる、ロコちゃんもいる。やったー限定ロコちゃんもゲットしました。ありがとうございます。いや、これは、いや、ほんとありがとうございます。うおー、嬉しい。はい、無料ガシャ今日で110連目でしたね。はい、110連目行ってみたいと思います。11日目ですね。もうそんな経つのかそんな経つのか。いやー、ほんとありがとうございます。コメントはなかったけど、はい、ポチ。あー、やばくない？え、3日連続 SS レアですよ。え、なんかフェスよりも来てる気がする嬉しい。やばい。いや、誰だろう。昨日はね、あゆむちゃん来てくれて、おとといエミリーちゃんでしたが、今日はさあ、あ、ロードした。はるかちゃんだ。持ってないですね、はるかちゃんは。ありがとうございます。これはね、一番最初にいたはるかちゃんですね。もう着てるよもう着てるよっていう、まあ、ツッコミはね、まあ置いといてかわいい。え、なんかこう桜をイメージしてるのかな。いいですね。いや、やっぱこう赤ってなんかこうセンターのね、なんか色じゃないですか。いやー、いいですね。でも持ってなかったんで嬉しいですね。はるかちゃん、ありがとうございます。やりましたね。いやー、ありがてえ本当に SS レア合計で何枚来てるかな。11日目でちょっとね、あの、終わったらね、何枚来たって発表したいと思うんですけど、 S レア、あ、ロコちゃん昨日に引き続きロコちゃんが来てくれました。ありがとうございます。はい、それではね、いやー、嬉しい。はるかちゃん来てくれた。はるかちゃん嬉しいな。はい、ありがとうございます。はい、ミリシタです。長かったイベントも明日で終わりということで、無料ガシャも残り少なくなってきましたが、ちょっと今日もね、ちょっと駆け足で引かなきゃいけないんですけどなんかいつも駆け足だな。あ、はい、あいや、でもね、3日連続 SS レアだったからね。あ、またロコちゃんだ。ロコちゃん来ないと思ったらね、もうロコちゃんフィーバー来てますね、今。はい、ということで、ね、イベント明日までなんで、そう、風花さんの称号取るためにちょっとね、残り明日まで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日でついにアニバーサリーイベントが終わるということで、もう多分今7時過ぎなんですけど、多分今ね、ほんともうみんなラストスパートを頑張ってる時間じゃないかなって思うんですけども、そう、私は風花さんの繊維狙ってるんですけど、まあ、風花さんの、まあ、繊維のボーダーはね、まあ、そこまで厳しくはないので、うん、だからまあこのまま行けば取れるんじゃないかなとは思うんですけれども、また明日ね、取れたかどうかちょっとね、お知らせしたいと思います。いや、本当にね、繊維でもね、やっぱこうボーダーがちょっと天と地の差があるところがやっぱあるので、そう、でも私はすごいありがたいですけどやっぱ高いところはね、それだけ走るのが大変ですよね。いや、だってさ、噂でなんかすごい上位の人で、入院した人がいたとか聞いたんでね。いや、なんて過酷なんだと思いました。はい。びっくりだね。すごい。ということで、これもね、残り少なくなってきましたが、ラスト2回かな？はい。お願いします。楽しそうなところ。なかなか。
いや、千鶴さん欲しいな。お願いします。あと残り20連多分弾けるのでね。はい、あ、来たよ。ちょっと待って、ありがとう。いや、やばい、来た来た。あ、ロコちゃん、ロコちゃん。ロコちゃん序盤来なかったけど後半怒涛に来てくれてありがとう。おー、ロコちゃん。やった、こんなにピックアップが仕事してるってことはもしかして千鶴さんかこのみさんが来てくれるんじゃないかと。はぁ、やばくない？え、やばくない？ S レアみ、全部ロコちゃん説あるんですけど。え、ちょっとそれはそれでちょっと嬉しいな。さあ、次が S レアかな。はい、S レア、ロコちゃん来い。あ、持ってない、翼ちゃん。いいですね、かわいい。いや、次ですよね。はい、ロードしたら持ってないのだと思います。あ、あ、あ、セリカちゃん持ってない、持ってない、持ってない、持ってないよね、持ってない、え、持ってないと思う、持ってない、持ってない、かわいい。かわいい。 いや、あのセリカちゃんはね、純粋にかわいいですよ、本当に。お菓子あげたくなります。かわいさがね。はい、最後の S レア、あ、琴葉ちゃんですね。はい、ということで、すごい SS レアが来てくれた。セリカちゃんが今回来てくれました。いや、嬉しい。いや、ほんと無料10連ありがたいしかない。で、あと持ってない翼ちゃんも来てくれたので、ありがとうございます。はい、ということ、あ、やった、琴葉ちゃん2倍だ。はい、ということで、今日で130連目かな？はい、明日がね、最終日なので、はい。まあ、イベントも頑張りながら、明日のガシャ、ラスト回したいと思います。ありがとうございます。はい、アニバーサリーイベントの結果発表が来ましたので、ちょっとこちらの方をね、見てみたいと思います。はい、はてさて、順位はどのくらいなんだろう。そう、あの1000位以内には入ってると思うんですけど、ちょっとね、何位なのか気になりますよね。ハイスコアランキング、まあハイスコアランキングは、まあ見なかったことに。なかなかね。はい、そして、イベントポイントランキング53,184位。なるほど、まあ、あの5万以内には入れなかったね。うん。そしてラウンジランキングが456位。皆さんお疲れ様でした。あれ、あ、はい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 、ランキング、あ、へぇ、あー、はー、え、すごい。あ、こういう風に、あー、そっか、あの、クレジットで出るってこういうことだったのね。なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。いやー、すごい、いいですね。風花さんまみれ、なんか幸せ。そう、なんか今回のランキングね、さ、みんなやっぱ風花さんがね、好きな人、みんなそれぞれやっぱ担当でポイント稼ぐから、そう、みんな周りのランキングの人も風花さんみんな好きな人ばっかりで、なんかね、すごい、なんか個人的にそこがすごい楽しかったかな。あー、こんなに風花さん好きな人があって。そうそう、なんか多分みんな好きだと思うから、うん。いや、いいですね、やっぱすごいな。いや、この中に入れたらやっぱりいいよね。来年頑張ります。ちょっとでも70万くらいかってことは、やっぱ今回のポイントの10倍
はやっぱ稼がなくちゃ入れないってことですよね。ちょっとね、目指したいですね、来年。うん、まあ、その気持ちはあるんで、はい。いや、でもな、いや、でもあの、キンキラキンの称号いいですよね、そう。まあでも、1周年はね、まああの、繊維の称号もらえたんで、よかったです。はい、あ、すごい。あ、へぇ、へぇ、はぁ、あ。いいですね、なんかこうコメントでこの感謝の言葉を伝えるって、え、いいね。はい、ということで、猫助さんが1位でしたね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで無事に終わったね。あれ、まだ私のでも順位わかんないよね。ボイスデータダウンロード、ちょっとここ切っとくか。はい、それではね、さっき称号をもらってきたので、はい、この最終日のね、一番最後の10連ガシャを回して、あと称号を取り付けて、あと最後にフレンド募集して終わり。今日あのもうあの今回の無料ガシャは終わりにしたいと思います。いや、ほんとあの14日間ありがとうございました、ミリスタ。いや、もうね、イベントはね、かなりやっぱりこう上位走ってた方はね、大変だったんですけど、私はね、あの結構あの気持ちの余裕を持ちながらすごい楽しめたので、ちょ、来年もね、楽しみです。でも来年も このイベントね、すごいやっぱこう激戦が待ってるのかと思うと、今からね、すごいドキドキですよね。はい、ということで、まあ、あの最終日はね、みんな持ってたけど、いや、本当にありがとうございました。よし、いや、もう本当14日間ね、もう10連回しまくったので、すごい楽しかったですね。ということで、最後にあのプロフィールでね、ちょっと称号を変更したいと思います。ドキドキ。あれ、どこだ。あれ、どこだ。あった、これですね、これ、そう、やりました。私の順位は600、あれ、ちょっと待って、今あのちょっと自分が何なのか忘れて見に行ったら、なんと私、ふうかさんのランキング678位だったんですよ。いや、すごくない？ 678 ですよ。678。続いてる。いや、これはちょっとね、なかなかキリがいい数字でしたね。はい。ということで、私のね、ゲーム ID を載せておきますので、ぜひね、コピーしちゃった。まだね、多分20人くらいね、空きがあるので、はい。ぜひ、ね、まあ、20人くらいだったら、まだ大丈夫じゃないかな。まあ、もしいっぱいになってしまったら申し訳ないんですけども、先に来てくれた方からね、承認していきたいと思います。ということで、頑張るから取れたので、取ったとにします。はい、よし、これで、はい、ではね、これでありがとうございました。いや、無事にね、風花さんの称号取れて本当良かったです。もうガシャもね、たくさん SS レアの子来てくれてね、すごい楽しかったです。そう、しかもあの SS レア確定チケット限定込み2枚、そう、2枚もね、明日くれるって言ってたかな。はい、すごい楽しみです。いやー、もうそれでね、私は限定あずささんを狙いたいと思います。はい、それでは2週間どうもありがとうございました。